こんにちは。神指チャンネルのお時間です。本日は、何をしに来たかと言いますと、なんと神指埼玉、今着々と準備が進んでいるということで、はい、視察に参りました。なるほど。今日はまあちょっと僕ら草野球やってきた帰りなんで、はい、ちょっと汗臭い中そんな撮影になると思うんですけども、はい、場所がですね、なんとこちらになります。非常にいいところ。でかでかくないですか？全頭借りました。全頭でか。一番上に、ベッドが2つで、下が大外くん夫婦の、まあ、住居。はいはい。それ以外今テナント募集中という。随分豪華ですね。はい。まあすいません、騙してしまった。実際はこちらです。はい、はい、こちらですね。はい。でもいいビルですね。はい。で今1階が競馬場、はい、4階にブラジリアン場、はい、の3階、3階じゃないですか。3階ならですかね。はい、でとりあえずこれから神指を埼玉このビルでお世話になるということで、はい、とりあえず K1 ジムの方に挨拶行きたいと思います。はい、行きましょう。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。挨拶はこれぐらいにしておいて。大里くん、多分サボってるだろう。サボってますね。今、作ってる、もうほんと手作りで作ってるらしいんだよ。はいはい。昼寝してたら笑っちゃう。足組んでいらっしゃいみたいな。エレベーター3階。3階で。4階がブラジリアンジュです。そうですね。ああ、いいね。おお。ん？なんかチェックくらいですか？お疲れ。お疲れ。今YouTube の撮影させてもらってるんですけど、よろしいですか？あ、どうぞどうぞ。こちらこのこれどう入ればいいですか、これ？あ、靴そこで脱いでもらって。はい、はい、じゃ脱がなくても小汚いですけどね。そうなんですよ、今。お邪魔します。はい、いや、ほんと準備、はいはい、準備中ですね。はい。なるほど、なるほど、なるほど。はい、いつか、これ撮ってきます。はいはいはい。あ、初めて見たんですけど、思ってたより狭いです。どうすか？いやー、大変ですね。大変ですか？これ多分見ている草野球人の方々に、はい、ちょっとまあお知らせがてら、はい、なんかちょっと料金設定の設定、特にちょっと草野球の金曜日、土曜日、あと日曜日の草野球の準備、もしくはアフターケア、はい、いくらぐらいで、あ、やっていただけるんでしょうかね。まあ、試合前、前日、当日、当日の朝、まあ、30分ね。4400円。お、なるほど、なるほど。4400円、これはずっと、そうですね、その今野球期間、あ、その試合がある。なるほどね、はい。何時ぐらいからオープン？土曜日はオープン9時予定。9時。じゃあ9時、お昼の試合の人しか間に合わないんですね。あ、そうですね。はい。で、日曜日は8時からやってます。お、なるほど。8時。朝8時。じゃあ早朝の試合の人は試合終わってからのアフターケア専門だったんですね。あ、そうですね。土曜日は。まあ、いいっすよね。はい。酸素カプセルもありますんで。はい。まあ、酸素カプセル1回いくらですか？1回30分、はい、
1000円高い高い30分そこ500円よし500円よし500円いきましょう治療を受けた人はねそうです受けた人で酸素のみは1000円でいいです30分、はい、1000円、はい、これ全部一人でやってんのよあ今うちの嫁さんが木材ちょっと設計ミスで線虫長かったんでそれを、はい、あなりましたね奥さん奥さんからはいちょっと一緒抜けていいですか、はい、いいですよはいということで場所は移動してないんですけどここが変わっただけですそうです右左の6月1日オープンですね、はい、今の進み具合から言ったら、はい、6月1日火曜日、はい、何時からスタート、11時オープンで11時オープン、はいはい、夜は9時までお、はい、あののんびりな大里くんが9時まで働いてる、はい、いいですねさすがですね、はいもう身を粉末にしてまあまあまあじゃあ6月1日オープンまあその前ぐらいにちょっとプレオープンみたいな感じでできればねそうですねできれば一番いいですねその時はまた告知します、うんはい、またちょっとあのインスタグラムとかにもなんかこのできていく様をちょいちょい載、はい、せていけたらいいと思うんであの、はい、神指埼玉のインスタグラム、はい、ぜひフォローの方お願いいたします。お願いします。はい、今後あの神指埼玉のインスタフォローのフォロー特典たくさんあの出していくそうなので、はい、はい、お楽しみと。はい。じゃあそんな感じで大阪にじゃあ最後続けて、はい、はい。さよなら。ありがとうございました。できています。